その竹雄さんと明弥さんって白々の可能性も私もまあまああると思ってるんですね。結局今の左の容疑者の皆さんは左、左もできるし右もできると思ってるんですよ。まあ、確かにね。インポスターがいる。キッチン。なんもない。タカハイある。ひえおい。おい。長い。です。僕、はしべさんと久しぶりに同村だ。今お久しぶりです。今なんや。しかも無視されてる。え、誰？俺？誰？久しぶりだね、山中アシューが。聞いてるでか。聞いてる。聞いてる。俺、かわいそう。メイン。ゴッドソン。わ、足がなんか。気持ち悪くなってる。お、お三降りてくる。乱雑なゴミ。お三中入ってた。おお、ちょっと待ってくれ。太郎さん、ぶっ聞こえましたね。いた、いた、いた、いた。直前にいた。おうおうおう。いや、直前っていうほどでもないから、停電前にいた。そうですね、停電前に武器庫上のタスクをやってるのを、見た見た、おまおじさんと一緒にやってましたよねってか。そう、なんか、中途半端とも立ってるから、何してんやろ、もう。これ、ボタンですか？エレキで一人です。ボタン、これボタンですね。ボタン押しました。ちょっと待って、いや、2人ぐらいおってんな。ね、最後。インコから宿舎前出てきた人誰ですか？チラッと見えたんですけど。あ、おる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 。あ、お前ですね。エレキからバイタルに抜けた人って誰ですか？ゲンです。あ、ゲンさんか。でもエレキに死体はなかった。で、ゲンは、高田さんはほぼほぼ今回にニキルとも関われないと思ってて、うんうん、エレキ、バイタル、貨物までご一緒してて、で、停電中だったんですけど、うん、あの高田さんがあの貨物のあの覚えゲーの方に入っていくと、あそこだけ明るくなるんですよね。はいはい。そこが見えました。うん、なので、ほぼほぼ高田さんは白でいいと思ってます。足湯さんがと動かれました？そう、僕もそれちょっとハイブリさんに聞きたくて、僕コックピットで、タスク2つやって、うん、ダウンロードやってコックピット内で終了って感じなんですけど、うん、ハイブリさんとコックピットら辺ですれ違ったんで、うん、慎太郎くん見てないかなっていうふうに、その直前に慎太郎くんがコミュニケーションから武器庫入るときにすれ違って僕はコックピット行き、その後ボタンを押すために一直線に行ってるときに足湯さんとすれ違っているので、うん、はいはいはい、駒文字くん視点から僕と慎太郎くんがすれ違って僕が出ていくところを見てもらっているはず。あ、そう、俺より先に出ていくの見てるよ。あ、でもね、うん、おまおじハイブリの順ですれ違ったかな。あのエンジンルームから僕コックピット抜けるのはたアルマくんの大体の死亡位置わかります。どこですか？アーカイブから下に下っているのは確定しているので、うん、シャワーとかメインが変じゃないかなと思ってます。あ、うん、じゃあなおさら大丈夫だ、はい、高田さんは。で、おあ、どうぞどうぞ。エレキに死体は隅々まで見たけどなかったので、診察貨物に行ってるんだったらゲンさんも違うんじゃないかなって思う。ちょっと足湯さんのすれ違ってるその情報がずれてるかなと思う、うん、エンジンルームであれハイブリさんしか前やったかな。おまおじハイブリの順ですれ違ってハイブリさんは先に抜けてるっていうことですよね、うん、おまおじさん先に抜けてるはずやねんな。あ、そっちなんや。あ、逆か、うん、ゲンの立場で言いにくいんですけど、慎太郎さん切るの方が詰めやすそうな気が。あ、そうやと思います。ちょっと次の議論でまたトイレとか行きますね。なんか体調が心配や。人が死にそう。よかった。慎太郎さんの方詰めますか。トイレからみんなの声聞いてます。でそのおまおじさんって、はい、慎太郎さんと一緒にタスクやってたと思うんですけど、それが最終ってことですか？武器庫に置いてきて上がったっていう、うん、なんかめっちゃ中途半端とも立ってるから、
ん？と思ってチラ見して、うん、ってなったらコミ側の廊下からひょこっとミヤちゃんが来たみたいな。僕はあキッチン側から行ってます。あそう、じゃあ俺のこと追い抜いてるんだ、はい、そうですね。もうおまじさんと慎太郎さんがタスクしてんのをはためにもう宿舎前まで上がってます。じゃあハイブリさんとすれ違ってない？いや、僕はそもそも藤宮君を、そうです、藤宮君をキッチンに置いて武器庫をスルーして、うんうんうん、コックピットで宿舎前なので。そうなんだ、多分おまじよりも後ろにおったと思うんやけど、すれ違ったのはハイブリさんはコックピットらへんですね。おまじ州のどっちかかな。うん、なんでオマオジとエンジンルームですれ違って僕がコックピット入る際にハイブリさんとすれ違ったっていう時系列なんで。はい、そう。藤宮くんは誰と誰が犯人やと思ってるの？いやまあ右は分かんないですけど、左がまあオマオジさんかアシューさん、うん、マジで。あ、アシューさんって、コックピット入るときにオマオジくんとすれ違ってる？いや、エンジンルームですれ違った、オマオジとは。あ、じゃあ武器庫に慎太郎くんハイブリさんとすれ違った。エンジンですれ違った？んエンジンルームでオマージュとすれ違った。その時って停電じゃなかった？俺見えへんかったけどな。いや停電なる前、全然前 なってない全然前なってなかったっけ、うん、ちょっとまた俺が見てないな、うん、いやそのあのね、藤宮さんが俺容疑者に入れてるの全然下世なくて、うんうん、いやだって慎太郎さんと最後まで一緒にいたのってオマージュさんですよね。なのに武器庫までしか、うん、違うよ。いやその武器庫で、武器庫のね上の銃置くところで中途半端に浮いて、はい、なんか意味わからんところに立ってたの見て、それを一緒に見てたはずやんか、藤宮さん。はい、だからその後の情報がおまじさんから出るかなって思ってるけど出ないので。いや、ないよ、だってそのまま抜け、うん、え、マジでそのままコミュ側に抜けてるのを見てるはずやん。ハイブリさんに聞きたいな、ハイブリさんに状況聞きたい。いや、僕は僕とあれしか見てないです。じゃあまとまんないってことでいいんですかね。うん、なんかまとまんない。めちゃくちゃそれ下せないんだけど。でもおまじさんとアシューさんローラーって僕は釣れると思う。俺もいいと思ってるよ、うん、藤宮さん白配置聞いてできますっけ、うん、おまじくん視点はできないと思うかな。まあ、できない。ボタンを押してもらうしかない。ほい。ナイスです。少しちょっとハイブリ喋ります。はい、僕が。コミュニケーションからコックピットに入った瞬間に慎太郎くんとすれ違っているんですが、うんうん、その段階で武器庫タスクをしているおまおじくんでキッチンに藤宮くんを置いています、うんうん、はい、でコックピットのタスクが終わってコミュニケーションからエンジン戻るタイミングで足湯さんとすれ違っているので、はいはい、足湯さん視点、その前におまおじくんがすれ違っているのであればおまおじくんは慎太郎くんを置いているはず、武器庫に、うんうん、なので足湯さんが言っていることが正しければおまおじくん対藤宮くんになると思うし、うん、でおまおじくん視点が それで足湯さんを疑うんだったらちょっとなんか俺おまおじくんがおかしいなと思っちゃう感じ、ね、で俺足湯さんじゃなくて藤宮さんがめちゃくちゃだから武器庫で一緒に3人いたじゃないですか、藤宮慎太郎おまおじの瞬間あったじゃないですか、あったあった、あで立ち止まってるみえちゃん見てるってことはその後すれ違ってコミに抜けていってる、コミ側の廊下に抜けていってる俺を見てるはずやん絶対。いや僕はそのおまおじさんと慎太郎さんを置いてエンジン方向に抜けてるんですよ。ほんまに？はい、なんかここを話しても進まない気がするな。そうですね、まあだから、うん、乗らせるかどうかじゃない。アシュー視点がそのコックピットでハイブリさんと違ってたんで、ハイブリさんもあんじゃ僕最終コックピット終了なんで、うん、コミュエンジンらへんで切ってボタンもありえるんかなっていう方に。いや、ハイブリさんの後を僕が通ってるので、ハイブリさんは初めて。そうなんや。ああ、そうなんですね。はい、じゃあハイブリさんボタンで僕が宿舎前まで来てる、うん、ああ、了解です、了解です。それ分かったら OK です。アシューさんってコックピットのどっから行ったんですか？エンジンルーム、コミュニケーション、コックピット。あ、その前です。エンジンの前です。その前どこやったっけな、宿舎金庫、エンジンルーム、コミュニケーション、コックピットやったと思います。まあ、左の容疑者が3人だとして、右は結局誰だろう。竹尾名誉ぐらい。うん。ギリそうですね。うん、右の方が。竹尾さんが、アルマさんの死人情報を唯一出した人間なんですよね。はい、うん。はい。あ、僕もインポスターだったら、あれじゃないですか、エレキ隅々まで見て、エレキに死体がないから、ゲンさん、高田さんしろっていう情報って。出す必要なくないですか？まあ、僕がそのアルマ君がの情報を出せる過程を次のボタンで話しますね。うん、うん、はい、これ右の方がむしろつまりそうですけど、現算視点高田さんはおまおじさんとか藤宮君はちょっとボタンをもうちょっと押していただけると、うん、完全にキル狙ってるようにしか見えなかったです。いや停電直してましたよ今の。なんとも言えません。
所定ボタンを押してます。あ、そうですね。はい、すいません。じゃあ右の話をしましょうか。右はでも、だから僕か武雄さんのどっちかでいいんじゃない、うん、はいはい。でも武雄の情報が正だったら源さんできない。うん、てか僕の情報が正でも源さんはできないから。はい、ちょっとアルマ君の情報なんだけど、はい、僕が、アーカイブにアルマ君を残した状態で、ラウンジに行って、ラウンジのタスク終わってから戻ったんですよ、アーカイブに。そしたら中のアルマがいなくなっていて、停電が起きました。うん、で、僕が停電を直しているはず、そのターンは。うんうん、で、その時に昇降機右側に誰もいなかったから下に降りてるしかない。うん、なるほど。だから中のアルマはシャールーンかメインあたりに行ってると思う。はいはいはい。はい。はい。はい、OK。リフトで左に行った可能性はないですか？リフト使ってる人がいないんじゃないかね。竹雄さんと明弥さんって白白の可能性も私もまあまああると思ってるんですね、うん、結局今の左の容疑者の皆さんは左もできるし右もできると思ってるんですよ。確かにね。僕足湯さんがエンジンから行ってるんだったらそのメインにアルマくんが行っててメインで切ってエンジン込みとかもあるのかなと思ったけども、足湯さんのあれは宿舎金庫っていう話だったので、うん、まあ一応置いとこうと思って、うん、まあそれは多分おまおじが僕が上から来てるのが分かるかな。でも見てないんか、エンジンですれ違ったの忘れてるもんね。いや停電やった気するね。いや停電より前ハイブリさんと会ったんがまだ停電なってなかったから、うん、それなってないから、うんうん、でもハイブリさんよりも俺遅れてるからね、随分と。いやハイブリさんより先に上がってたよ。えでもブリそれがだいぶなんか難しい。なんかねそこがすごく変になる。あの藤宮はおまおじで殴り合ってる気がするんで両方落としていいんじゃないかなって思ってます。おまおじさんが黒だと思う。そんなシンプルな結論でいいんですか。ローラーでも。いやもうなんか面倒くさいんで。まあ白白はなさそうと思いましたけど。竹雄さんどっち入れますか。僕おまじさんに入れた。なんてこいやーでもだって見て。僕も騙してるんで。いやーこれ。立ってる俺たち2人を見た上で俺が先に動き出してること見てるんやから、宮ちゃんそれで俺を疑ってんのがめちゃくちゃ怪しいんだけどな。マオジさんはなんか味方がいなさそう。さらっと宮さんひどいこと言うの。なんか事実だとしても言ったら傷つくことってありますよね。あなた友達少ないですよねとか自分で言うのは言うけど人に言われると傷つくみたい。足湯さん、お、U ターンした。足湯さんが U ターンしました。おぉ !U ターン黒理論当たりましたけど。死にました。あら。あら。メイヤタケを隠しろです。ですね。いや、むしろメイヤタケを二郎じゃないですか。いや、違う。ミーティングに。あ、ミーティングに2人でもいます、うん。はい、場所がエレクトリカルのセキュリティとの通路のところらへんの一番、はい、なんていうの、エレクトリカルのところ。はい、ハイブリさんって竹雄メイヤ見てますか？見てないです。ずっと、メイン脇のエレクトリカルにずっと待機なので。そもそも藤宮君が藤宮亜州どっちもじゃないかなって僕思っちゃったけど。うん、で、右の竹雄メイヤ。じゃないですか。あ、それを最初に主張する時点でだいぶ黒い。そしたら慎太郎君ってどうするの。おまおじさんで連れてない。慎太郎君キルはどうやってやったのか教えてほしい。いや結局知らないです。おまおじさんの主張が結局中途半端なまま終わってたんで、目視点では藤宮君ってなんで足湯さんとハイブリさんはないの。足湯さんが右側のキルにも関わる可能性があり、ハイブリさんも関わる気に抜けてるっていう主張を足湯さんから出ていて、でその後ハイブリさんの後ろを僕が通ってるんです、うん、なんでハイブリさんはもう隠しろで見てます。なるほど。そう、藤宮くんがなんかやたら叩かれてるなっていうイメージには足を見えるんですけど。いやおまおじさんがやたら叩かれてたでしょ、まあ、うん、とりあえずちょっと順番に話してほしくって足湯、うん、さんとおまおじくんが絶対対立になってると思うし、俺も足湯さんの言ってることが正しかったらおまおじくん変やけど、おまおじくん言ってること正しかったら俺しても足湯さん変やから、俺は足湯さんから行きたいかなと思う、はいはいはい、僕藤宮くんから行きたいけどな。まあ藤宮くんはまあ確定じゃないかなと思うけど、まあハイブリさん視点ではね、まあ、CS さんとかも分かるけど、うん、そう、まあ、もちろん藤宮君も候補にはあるんだけど、その観点
さっきのことで俺からの視点だとそう見えちゃうっていうこと、客観視点は違うと思うけど。え、正しいよ。え、ハイブリさん視点って、ハイブリさんが白の場合、竹尾明也が今日足湯さんをついてたら、竹尾明也って隠し色になりますよ。初日が、でもキルは、ハイブリさんは一応関われる位置におると思うんですよ。あのアジ君が先行してて、コックピットから抜けて、その間に、切って、そこからエンジンのコミュニケーション前とか武器庫で一旦切って、そこからボタン押しに行くのは。足湯ハイブリのは切れないので、藤宮君に投票したいです。わかった、わかった、いいよ。わかった、藤宮君、ね。主張って藤宮ハイブリってことですか、足湯さん。何ですか、藤宮ハイブリってことですか、藤宮ハイブリもあると思います。はい。も滝尾名、え、滝尾名や、名や、滝尾もあるんかなっていう。竹はない。あ、これは米サボ集か。ぶな、これ。ボタンあんのかな、これ。ハイブリさんが、ボタンないんじゃないですか、これ。ハイブリさん視点発見しなかったら負けてた。確かに3キロありましたね。あ、確かにこれボタンがない。メタさんがでも待機してるけど、あんの。あるんじゃないですか。あるか。あ、あんのか。ナイス。ごめんなさい、ちょっと強気で言っちゃったんですけど、僕目線、初手の議論で、ハイブリさんと足湯さんが切れてるっていう思考になったんですよ。うん、結構叩き合ってたというか、殴り合ってた気がするので、だからそうなると、僕と竹尾さん、僕目線だと、藤宮君が一番インポスターが硬い位置になるので、藤宮君を押させていただきました。それは分かりました、はい。はい、うん、ただ、そう、ハイブリさん、僕、この状況になってるんで、そのミーティングに2人おったら、ハイブリさんが、僕が一番最初に疑ったじゃないですか。ハイブリさんも多分僕のことを疑ってたと思うんですけど、うん、僕とコックピットですれ違ったんで、僕最終コックピットに残ったままやったんで、コミ前から武器庫に降りてそこで切って戻ってるとか、コミ前とかで切られても僕わからないんで、その可能性はあるなっていうふうに思ってた。明也君視点の解説というか、うん、俺藤宮君が相方位置なだけよね、多分あるとしたら。そうですよ、だから藤宮君はどっちの相方もあり得るっていう話です。うん、どれを否定したらいいんだろうな。じゃあ、おまおじ君は村角でいい？村角ですよ、村角になる。だって2キロ起きてるから今、はい。じゃあ、その時点で、おまおじ君が来る確定なんだったら、まず、はい、おまおじ君の意見と足湯さんが正比が間違ってるやん、合ってないやん。で、俺視点は足湯さんと通ってるけど、その足湯さんがその前におまおじ君と一緒にすれ違ってるか、すれ違ってないかのところで、おまおじ君と意見が合ってないんだから、まずそこを見てほしい、うん。俺がどうこうじゃなくて。それに関しては、完全におまおじ君間違ってたはず。だって、絶対合ってるんで。いや、まあ、それを言われたらちょっと僕かなり不利になるけど、エンジンルームですれ違って、その後、ハイブリさんと合ってるんで。うん、そこに関しては、ね。ハイブリさんとすれ違った位置は絶対そこじゃないですか。おまおじさんが、ね、停電中だったみたいな、なんかそんな。それだけはね、間違ってる、うん、なるほど。ハイブリさんとね、すれ違った後に停電になったんで、はい、それは間違ってるけど、で、あと藤宮君との意見でもちょっと間違ってるのが、藤宮君の方が先に先行して宿舎前に行ってるって言ってる中、うんうん、またちょっと違うのが、足湯さんが藤宮さんとすれ違ってないって言ってるのね。時系列的にエンジンルームに最初に行ってのは藤宮君が正しいんだったら、藤宮君が絶対すれ違う。うわー、あかん、絶対あかん、曲げる。うわー、マジか。これどうやってやったん、マジで。マジか。うわ、終わった、マジか。終わった。ありがとうございました。危なー、マジで。ハイブリさん見つけてなかった、負けてた。うん、いや、そう。ええとこでキルしたと思ったのな、ゲンさん。いや、びっくりした。こんにちは、足湯さんが慎太郎さんキルです。そうです。うん、ああ、展望で切りました。で、藤宮君が。あ、そうなんだ。僕はエンジンからメイン抜けたときに、メインの女性にいるアルマさんを切って宿舎に。なるほど。アルマさんはメインか。それ結構時間、うん、10秒くらい経ってたから、僕しん、あ、それもそんな経ってないか。まあでも、藤宮が宿舎前行けるくらいまでは。うんうん。まあ、ね、マジ君信じられへんくって。いや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 。ゲンさんがその提示してくれたから、明也武雄の白白の可能性。明武に一郎前提はちょっと不思議な感じがしたんですよね。うん、はい。ねえ、ありがたかったですね、あれは。ありがとうございます。じゃあ次行きますか。はい。はい。ありがとうございます。